と北森紗友香の潮騒回転ヒルズ。はい、お魚の皆さんこんばんは、潮入飛鳥です。はい、北森紗友香です。潮騒回転ヒルズにようこそ。はい、というわけで先週はなんか決めた回だっけ。あ、そう、くじ引きをしたり、くじ引きしたりなんだりしましたよ。で、なんといっても今週はプラオレ最終回がありましたね。ありましたね。さいちゃん生放送お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。急遽ね、りっくんの代打としてね、行かせてもらったんですけど ね、急で盛りだくさんのね、ゲストさん3人途中まで見てた。次の日があれだったからね、途中までしか見れなかったけどなんかね、ゲストすごい入れ替わり制だったんだね。 そうそう、入れ替わりでお呼びして、みんなになんかそのアフレ工事の話とか聞いたんだけど、うん、長谷川さんとかは私も一回も会ったことなかった、うん、確かないよね。だからなんかメインで、うん、あのサトミーがさ、うん、あの収録何回か一緒だったらしいから、うん、そういうのメインで話して、うん、とかね、オラキオさんも久々に会った。あー、そうだね、うん、私も久々に会いたいわ、ね、なかなか会わない。芸人さんだからさ、会う機会基本ないからね。多分一人でアフレコも一人でやることが多かったんじゃない、オラキオさん。そうそう、動画の時一人でやって、その後も何回か ね多分一人でやってて、と東條さんもいらっしゃってくれて、私がね、久々1年半ぶりくらいにお会いできて、で、さとみは同じ事務所。あ、そうだよね。そうだったから、まあ何かとゆかりとかご縁のある方だったのでね、うん、まあ、久々に会えて嬉しかったです。いいですね、配信だった ね、 ね、配信は。そして昨日はね、イベントもさった、ね、あのクリスマスイベント ねいいすごい距離が近くな、ね、そう、試食会みたいのに行った時に、うん、結構こうお店が、うん、そう、こじまりした感じのお店だったから、うん、イベントってどうやるんだろうって思ってびっくりしたね。そう、あれは今までにない近さだよなっていう、うん、すごい近い、あるあのくらいの近さって、あそこまでこう、なんだろう、常に近い距離でイベントっていうのはやったことないかもしれない、うんうん、すごい、だから、なんていうの、豪華、うん、ね、イベントだったと思います。そう、とても豪華なイベントでした。ね、いいね、いいなー、いいとこそんな感じ。まあいいじゃん、今日は配信そうねあるからね、はいそう、イブもクリスマス当日も私は充実した、うん、今年は充実してますね。いいですね、嬉しい。はい、というわけで、はい、今日はクリスマスです。ねー、皆さん今日はお昼何をしていたんでしょうか。何してたの。私は働いていた働いていた。私はゴロゴロしていた。本当働く細胞してた。仕事です。あ、仕事。昼間爆睡してた。一緒一緒だね。歯医者さん頑張った。偉い。頑張った。あらあら、自分のためにケーキを作りました。偉い。副会に行ってました。いいね。女子おたかつ。あらあ ら、 あ ら、 あら、いいですね。いいね。え、今日クリスマスだったんですか。あれ、じゃあなんで参加してるのかな。今日は何の会かな何の会か知らないで。それ以上は良くない。大掃除。そうね、年末ですね。そう、そろそろ片付けなきゃ。もう諦めてお正月にやります。すべて。まあいいよ、いつでもいいもんね。うん、別に競馬してた。お疲れ様です。競馬、あ、社畜。結構働いてる方多いですね。うん、そう、まあ、ね。多分あれじゃないですか。25はまだ会社。うん、そう、27とかで仕事納めとかって結構いるじゃないですか。28からお休み、うん、確かにそれぐらいが多いかな。27、8までが結構お仕事って多いと思うんでね。意外とね。頑張ってくださいまし。お、あ、今日プロフィーキ、うん、あらあら、へえ、そうなんだ。そうなんだ、へえ、ほんとよ、ほんとよ、ほんとよ、ほんとはいというわけで今日もよろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ こう読んでいいの。はい、この番組は私たち管理人の2人と視聴者のお魚の皆さんでたくさん思い出を作っていくという楽しいでしかない番組です、はい、どうぞ詳細回転ヒルズをよろしくお願いします。そして皆さんに2つお願いがあります。
この番組をもっともっと盛り上げるためにハッシュタグ詳細回転ヒルズをつけてツイッター上でどんどんつぶやいてほしいです。おーい。そしてですね、オープンレックではラグをなくすための超低遅延モードがございます。そちらに設定して楽しんでください。お願いします。はい。また番組前半の無料パートがなんと YouTube でも配信されてます。ぜひ YouTube でもアニパチと検索してこれを機会にいろんな番組見てください。はい。あ、じゃあもうやる？なんかふわふわしてますけど、ね。はい。じゃあ早速。ちょっとまでバタバタしてたんで。はい、では早速やっていきましょう。まずはプラオレ最終回大感想会。イエーイ。はい、というわけでついに先日最終回を迎えましたプラオレプライドオブオレンジ、その感想、最終回の感想をみんなで話し合おうと思います。話し合おう、みんなからもこう、はい、みんなからもね、いろいろあると思うね。みんなもコメントでね、教えてほしいね。はい、そしてなんと今日はクリスマスということで、はい、こちらを用意しました。イエーイ。ありがとうございます。デリ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 、なんと、プラオレのケーキでーす。ででん。実はね、用意してました。用意してもらいました。ね、まあなんかお約束みたいな流れ。みんなでも気づいてたのかな。気づいてたかしら。一応ケーキはね、さすがにね、クリスマスだから用意しますけど。なんとなく知っててたかしら。なんかね、みんなあのディスコードで買ったよって報告してくれたこと書いて、すごい嬉しいです。嬉しい。私たちは今日はチョコ味の方をね、いただいていきたいと思います。びっくりしてるみんな。はい、じゃあちょっとカットをお願いして、はい、します。切ってありがとうございます。はい、というわけで、最終回でしたね。わー、最終回、なんか最終回かって思いながら見てたけど、うん、まあ、やっぱりその試合、釧路スノーホワイト と、うん、ニッコドリームモンキーズで大会 B の方の最終決戦っていう感じだったんですけど、うん、はい、まあね、ゆうちゃんがもともといた釧路スノーホワイトと対峙するっていう感じで、そこがエモいよね。ね、あのやっぱエリさんとのシーンがすごく素敵。なんかあります？あ、なんかついてた。あらあら、こぼしちゃったかしら。こぼしちゃったかな。でなんかさ、うん、そのスノーホワイトにいた時のユウが、うん、その今のエリになってた感じ、あがなんかそこでまたその二人が対決してさ、そうね、でエリもなんだろう、分かったというか、そういうチームの大切さ、ユウのプレイスタイルとかを見てね、うん、なんか、あ、今のユウが違うんだって気づいたよね、うん、そこも良かったし、最後のなんだろう、マナカのカッっていうシュートで終わる、その後のビクトリーからのビクトリーダンスみたいな無言の流れ、ね、があれ意外と好きというか、うん、あそこすごい良かったですよね、うん、あそこでさ、あの佐藤さんと陽子さんがハイタッチしてて、うん、ね、あれすごい、私すっごい良かった。好きだった。好きだったあれ。でなんか私いい、ね、なんかプラオレをね、その最終回を見てなんか泣い、うん、ちょっと泣いちゃって、うん、あ、こんなプラオレ好きなんだみたいな、あと思った。あら、素敵、ね、素敵だねと思った。自分で言うのもなんだけどね、本当に自分で言うのもなんですけど、素敵、そのなんだろう、自分が、うん、頑張って勝ち取ったキャラのアニメが一旦終わったんだな、うん、みたいな意味でも、ね、なんか感動しましたね、うん、ね、あるよね、そういうの。そうね、なんかなんていうのか、まあなんかこう話でなんか感動してっていうのもあるけど、うんうん、あるね、私たちとしてはこう、ね、やっぱメインキャストとして走り抜けたなっていう感じもあって、そうなのよね、いろんな感情が入り混じった最終回でございました。そうだね、みんなもそうなのかなっていう、うん、そういう気持ちであってほしいなっていう。そうね。でね、ビクトリーダンスがね、最初歌い出しがね、うん、リッコナオなんだよね。リッコ歌って、ナオミが歌って、でもかわいい。そこはね、私さ、アスカのさ、うん、
ワー生まれるパワー、そうなんかパワーのなんかあの不安不安みたいな感じがすごい好きなんだよね。だからそう初めて聞いた時もほーんって思ったあれだって LINE 来たもんな。なんかもうあの最終回のアフレコの前に、はい、あの V もらうんですけど、うん、V ね大体音入ってないんだけど、うん、ビクトリーダンス、そこのビクトリーダンスのシーンはもう、うん、あの音が入ってて、うん、でそれを聞いたさいちゃんが LINE くれて、なんか LINE したよね私確か、 なんかめっちゃいいやみたいな LINE くれて、すごい嬉しかった、びっくりして LINE しちゃった嬉しい。こう、ね、でも自分だったら出てこない歌い方だから、うん、あそうディレクションしていただいて、うん、出てきた歌い方、あそうなんだ、感じはしたかな。アスカのレコーディングしてるとこ見たかった、むしろ、あの全然前後になんなかったなんなかった。私はさとみんが結構前後すること多かったかな、レコーディング系は。私ね絶対最初か最後、あなんかあんま習慣がないかな。ない、どうだったんだろう、順番他のみんなが分かんないけど、うん、でも最初がなかったんじゃないかな。そうだね、なんかあんまりそういうの話は聞かない、うんうん、真ん中ぐらいかな、うん、そうそうそう、なんか最初の時、うん、最初にレコーディングする日とかは結構例えばまあ別 の、 あの楽曲でもそうなんだけどさ、うん、他の人がいないからハモリとかもう私しかいない状態の時とかは、例えば難しいハモリの日とかは結構緊張するんだよ、うん、そうだねハモリって本当になんかなんだろう、その普段聞くメロディーとさ、うん、変則的な動きをしたり、うんうんうん、わかんないけど個人の見解ですけど、あの音楽が音楽的知識がさないからわかんないんだけど、うん、いやでもなんかわかるよ、なんとなくわかるような音程の時もあるけ ど、 あるけど、あこっち行くんだみたいな音程あるもんね。そう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 、えこんなえあえみたいな合うんだ合うんだねみたいな、そう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 なんか。そうそうそう、あの シュメロと多分同じこう動きを、うん、音の動きしてるとことなんか違う動きするとことかなんかあるんだよ ね、 あれむずいよね、難しいんですよ。そうなんか最近プラオレのハモリは私はやってないです。あそうなんだ、うん、あれかじゃ あ、 あの最初の方の人何かがやってくれてるのかな、うんうん、それが多分その時多分私が最初だったから、おー来た来ました、この差があるのが思う。ありがとうございます。予想以上にですね、あの上のキャラクターが書いてあるじゃないですか。いけたいけた、そうリコナオは固まってくれてたおかげで、うん、2人だったら一緒におありがとうございます。リコナオができたよこんな感じ。そうなんかうまいとこ2人のキャラ、2人お互いのキャラで喋れたらいいんですけどね、うん、みたいなのを打ち合わせでしてたんですけど、うん、やっぱり2人くっついてるから難しい、うん、これマナカーマミー断末魔じゃんちょっとねちょっとみんな仲良しすぎて真ん中に集まったせいでですね。そうですよね、そっかでさいちゃんは私食べきれないからって言って、違うんですよ、私があのいっぱい食べるとかじゃなくてあの普通にスタッフさんからあの4分の1でどうですかって、うん、そう言われて、さいちゃんが私食べきれないんでっていう、4分の1の半分にしてくださいそうっていうパターンです。私があのいや2個分いけますって言ったわけじゃないないです。そうか、違います、それは、はい、そればっかりは本当にそうです、そうです、そう本当ですもうこれ始まる前に結構食べてました普通に、ね、そう食べてた、食べてた、一人前ぐらい食べてた、お弁当食べてましたね、うん、そうそう、いいじゃん、はい食べていただきます、いただきます。プリント部分は何味、ね、あのちょっとねプリント部分が、はい、なんだろう、どういう硬い素材、そうなんか別素材というか、別の質感でちょっとそれであの切るのが難航しました。あなるほど、だってこれ今切れないもん、とか先にこのプリントだけ食べんの、もう3話だけ最初にあもうプラオレ感なくな
いいよいいよ食べなさい。じゃあ逆に最後に残しとく的な。だって本当に切れないよ。やってみよう。なんかねプニってしてほら、あ切れない。本当だ、地獄へ落ちるよね。確かに。ちょっと後でにしよう。じゃあ普通にケーキ食べます。いただきます。いちご、うまっ。うん、まだケーキ食べてないから、うん、おいしい。おいしい。チョコレート味の方が好きだから。ね、しかも。ほんと？あ、よかった。で、開けて、チョコですね、みたいな話しましたもん。前見たの白かったんですけど、つって。チョコになってる。チョコあるの知らなくて。何も知らなかった、ね、うん。開けたらチョコケーキだったっていう。あ、コーヒーはインスタントです。インスタントです。熱いかも。あ、全然でも、いけそう。12月で1年分ケーキ食べてる気がする。すごい食べてるね。結構食べてますね、うん、あれかな、いろんな集まり行ってケーキ食べる。あ、確かにね、うん、僕もこの1週間アニパチクリスマス週間だったんで、うん、なんか毎日デパート行ってケーキ買って、うん、なんか甘いもの出したり食べて、うん、大変でしたね。そう、なんかでもなんか仕事してんのになんかクリスマスでした。いいじゃないですか、幸せ、いいじゃん、いいじゃん。うん、ほんとびっくりした。なんか、うん、クリスマスなんかあんまり意識して見てなかったんですけど、うん、なんか昨日そう歩いてたらなんかカップルばっかりで、うん、クリスマスってこんなにカップルいるんだと。なんかどっから湧いてきたのかって言って、ね、都内えぐいことになってます、うん、電車もすごかったんだけど、うん、どうして。なんか今まで気づかなかった。そう、なんかあんまり意識してこなかったから分かんなかったけど、なんかふと見たらカップルが両端からわーって、うん、みたいな。あ、クリスマスってこういうことかみたいな感じの気分になった。すごいね。レンタル彼女。どこ行くんですかね、皆さん。なんかどこ行っても混んでそうだな。いや、表参道とかさ、丸の内 なんだっけ、どっかにさ、表参道ともう一個どっか丸がつくとこで、なんか丸の内丸の内駅ってある？ない？ある？ん？駅は、まあ、20橋前、かっこ丸の内っていう東京都にあれになってますね。なんかイルミネーションが綺麗な ねとこあるらしい。へぇ、だから六本木とか、ちょっと東京から行ったら横浜とか、スカイツリーなんかもね、なんか多分綺麗になってると思う。あ、確かに当日、うん、あ、赤と緑になってるのかな。赤と緑とかいいですね。いいじゃん。どこもかしこもクリスマスね。本当に年末ですよ。あーねー、年末。でも私クリスマス前のなんかこう街がクリスマスソングめっちゃ流れててとか、そういう雰囲気はすごい好き。そうだね、それはなんか時期を感じる感じ。マブラッドにメーション綺麗ですよ。この間行きました。甘いもんですね。写真かな。あ、うん、あー、エビスガーデンプレイス。うん、そっか。去年友達と行きました。うん、そう、焼肉食べて、うん、いつのクリスマス周辺全部11月だったかな、うん、いい ねなんか時間あるねっつって行って。11月ならクリスマスのイルミネーションやってんの？やってたと思う。ハロウィン終わって11月の後半ぐらいになると日早くないみたいな感じで、もう始まりますね。ツリーとか立ったりしますからね。クリスマスマーケット行きたかったね。何それ。なんかドイツのクリスマスのお祭りを結構日本でもいろいろやってて、あ、ホットワインとかクリスマスのオーナメントとかが売ってる。あれクリスマスマーケットって言うんだ、うんうん、なんかね、博多住んでた、あ、九州住んでた時に博多の駅が、うん、すっごいなんか巨大なマーケットになるの。それでなんかそのホットワインとかウインナーみたいなくるくるのウインナーみたいなやつとかすごいたくさん売ってた。それだそれだ、いいですね。んー、ディズニーは11月頭からクリスマスやってた。へえ、やっぱり、うん、仙台光のページェントって調べてみて、めっちゃ綺麗。うわー、すごい。今こっちのスタジオのモニターに出してるんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗。すごいですね。
さあなんか昔はなんかこういろんな色の見たいと思ったけど、うん、なんか大人になったらこういう単色のあー分かるねシンプルなのすごい綺麗だな。いやでも最近そうだね、うん、なんか色とりどりのとこって田舎しかないイメージ田舎のね言っちゃあれですけど田舎の中だから広い、うん、テーマパークというか屋外の施設だとなんか確かになんでしょうねあれいろんな色使ったらいいだろうみたいな考え、まあ、若い子はこういうの好きでしょみたいなちょっと危ないですよ、うん、その発言は田舎を敵に回します大丈夫大丈夫田舎だからうちもうん辛辣だないいですねイルミネーションいいな、うん、ね、皆さんもケーキやらチキンやら食べながら、うん、ぜひ今日の放送を見ててくださいね。確かにみんな用意してるのかね、うん、ね、まあ、そろそろ時間的にケーキ安くなってくるんでコンビニとか、うん、確かに今日も皆さんはケーキ食べましたか。食べた食べた。もう私はクリスマスケーキが食べれたら割と幸せ。まあ、なんかケーキ食べたらあクリスマスしたわって気になる、うん、まあまあそうですよね、うん、なんか子供の頃から、まあ、まあ子供の頃はプレゼントもらったりしてたけど、うん、あとなんか家族で旅行とかは行ってたけどなんかクリスマスだからっていうよりは旅行がメインイベントでその期間がたまたまクリスマスだったみたいな感じだったから、うん、あー、そうなの。特になクリスマスだからどうこうっていうのはあんまりねないんですよ。しょうないか。なんかだからすごい特別なものだと未だに思ってない。うん、わかる、うん。ケーキ、いいですね。あ、昨日ロールケーキ食べた。いいね。昨日？あ、あれじゃない？あのクリスマスイベントの あのそっかそっかクリスマス限定メニューみたいなのに、うん、あったね、ボリューミーなやつ。チキンとケーキ。あでもそのケーキにあのお猿さんコンプリートのチョコがね乗ってた。乗ってたんだ。そう。いいね、フラオレっぽいやつね。一人だとケーキあんま食べないな。そうだね、うん、食べれないもん、食べきれないもん。私は全然一人でも買って帰るけどなんか今日頑張ったからケーキ買って帰ろうみたいな全然やるやっちゃうけど今日はご褒美で甘いもの食べる、ね、女子あるあるね、うん、そういう感じかな。そっか、甘いものか。私なんか、うん、今日頑張ったからみたいな時はねなんかサラミとか買うよ。しょっぱいものそう、サラミか、うん、高いやつ。高くない。高いやつ。高いやつ、うん、サラミってあんま買わないかもね。あ、ほんと。生ハムは。私生ハムより好き。生ハムも買わないかな。あららら。あれは好き。スモークタンみたいなコンビニで、うん、美味しいよね。あれ美味しい。あれも美味しい感じですかね。全然プラオレの感想言ってない。え、最初の方言ったよ。今言ったけど。ケーキが来たらクリスマスの感想になっちゃった。え、ここのさ絵の部分めっちゃ美味しかったんだけど。絵の部分。そう、なんかちょっとツルツルの部分。はい。なんだろう。あのさ砂糖菓子みたいな、うん、ちょっとレモンっぽい味する。うん、美味しい、うん。めっちゃ美味しかった。そしてコーヒーが合う合う。うん。こんばんは。私はゆっくり食べたいと思います、うん、食べちゃった私、うん、はい、はい、というわけで、というわけでどこ最終回を、はい、というわけで最終回迎えましたがフラオレね迎えましたか。え、なんと来年2022年1月10日月曜日24時からテレビ東京さんで再放送がスタートいたします。再放送なのかな、普通に放送。まあ、再放送、放送っていう言い方をするらしいです。あー、なるほど。テレ東さんで初めての放送なんで、そっかそっか。じゃあ放送、まあ、我々からすると再放送みたいな感じですね。一応テレ東さんでは放送、うん、といたします。で、同日24時半からはアベマビデオニコニコ生放送でも放送されますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。はい、実質2期かっていう、まあ、まあ、体感2期みたいなもん。そうですね、また来年からね。はい、はい、嬉しい。では続いて、うん、本日のメインコーナーに参りたいと思います。はい、メリクリ潮祭クリスマスパーティー潮祭大賞2021。イエーイ。リン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 。は
い、というわけで本日はクリスマス当日ということで、はい、クリスマスパーティーをしたいと思います。やだーやだー。我々の格好は、まあ、サイちゃんがちょっと赤だな、ちょっと意識した、意識した赤に持ってきた。でもアスカもこれめっちゃ可愛いんだよこれ、ね、ピアス、ピアス、ピアリング、ピアスか、ピアス、これめっちゃ可愛いよ。このカメラからちょっと見えたりしますか。見えたりします。これはですね、同じ事務所の黒木ほのかちゃんが、え、誕生日プレゼントにとくれた、あと手作りっていうのかと思ったびっくりした違う、だとしたらめちゃくちゃすごいですよ、うん、でも多分ハンドメイドのお店の、うん、あ、そうやつかな、いいね、いいですね。というわけでクリスマス、はい、ちょっと意識感じで来ました、うん、気持ちね、はいお互い、はい、というわけで本日はクリスマス当日なので、クリスマスパーティーの一環としてお魚の皆さんから募集していた、うん、詳細海底ヒルズの好きな回&企画をアーカイブを交えつつ見ていきたいと思いますが、その前に先週ルーレットで選んだお互いへのプレゼントの交換をしたいと思います。はい、何が選ばれたのか、ね、もう見てる方もうん、まずもって何を買ってきたのかわからないですからね。そうですね、はい、ではではでは、じゃあせーので、せーのでどう出したいと思います。はい、でちょっとこれは丸見え、ちょっと全然見せてない全然見せてないでいきますよ。はい、せーの、あーあー、そういう系、はい、どんどん袋どうしてた、袋、一応袋入れちゃった。アスカから、私はいますか、サボン、うん、保湿系というお題でしたので、保湿系なんだ、はい、へえ、こちらですね、まあ開けていただいて、わかりました。でまた私を、私が言えばいい、うん、ですね、私はちょっと怪しいけど、怪しい、実用品ですよ、実用品、実用品、一番何を買うか一番考えるやつ、実用品ってまず何みたいなので、 Google ググった実用品とはだから、そう、まあよく使うものをみたいなやつをちょっと選んだ。お、はい、楽しみ、いただきました。じゃあそれぞれ開けていきます。はい、早速実用品って幅広い、幅広いから何わからない、髪の毛が実用品意味、そう言われると難しいよね、難しい。保湿グッズ、わあ、めちゃめちゃ使うやつ、ああ嬉しいめちゃめちゃ使う、じゃあ実用品で合ってる、超実用品ですよ、え、超豪華だ、いっぱい入ってます、そう、なんか紹介、ハンドクリーム、うん、ハンドクリームとクナイプ、うん、とこれは唇用保湿、はい、とハヌカハニーのスプレー、スプレーめっちゃ使うやつ、そう、最近皆さん喉痛いかなと思って、ね、痛いというかね、まあ仕事でもそう使うし、使うから乾燥もする時期だから、うん、めちゃくちゃありがたいです。まあ実用品かな、超実用品とリップは、うん、アスカなんかさ、うん、荒れやすいみたいなやつも、そうそうそう、だから優しいやつを、だありがとう、そう、私結構蜂蜜系のリップ用品使うから、うん、嬉しい、めっちゃありがとう、じゃ使わせていただきます。ハンドクリーム、ハンドクリーム、多分甘い匂いだと思う。あのこれ匂いが分かんないんですよ。でもなんかマカナッツだから甘いんじゃねと思って。なるほど。まあなんかパッケージもなんか甘い感じの ね。あ、いい匂い。そう、嗅ぎたい。あ、ハワイみたいな匂い。ハワイみたいな匂い。ちょっとハワイ行ったことないんでわかんないですけど。ハワイみたいな匂いする。ハワイってこういう匂いなの、うん、こういう匂いだよ皆さん、伝わらない、なんかね、南国トロピカルな感じ、そうそう、そんな感じ、うーん、海外っぽいね、なんか匂い、あ、確かに、うん、クナイプだもんね、そう、まあ、ありがとう、これもまあ使うかなと思って、実用品ありがとう、はい、しかもめっちゃポーチに入りやすいサイズにね、嬉しいです。で私は、あ、ハンドクリームだ、ホワイトティーだって。この前さ、なんか匂いの話してたもんね、そう、
ホワイトティーどんな匂いなんだろう。なんかちょっと本当に不安だわ。なんで香りが香りがそう。ホワイトティー、あ、白いお茶ってなんですかね。ホワイトティーなんだっけ、なんかあの若い茶葉だった気がする。なるほど、紅茶系。サボンのホワイトティーじゃないよ。サボンのハンドクリームなんてね買わないのよ私。そうですよね。そう、でも一回ね私もファンの子からプレゼントでサボンのハンドクリームもらって、すごいめちゃくちゃ熱かったから。本当に。そう、なんかさハンドクリームの匂いってすごいテンション上がるじゃん。うん、手洗った後にいい匂いすると頑張れる。どうだ。いい匂い。本当？自分で嗅いだんでしょ。嗅いだ嗅いだ。だけどさ、私がいい匂いと思ったものがさ、さいちゃんもいい匂いだ。え、いい匂いだよ。やったー、ありがとうございます。よかった。これって顔にも塗れんの。顔はどうだろう。めっちゃもう一日中いい匂いじゃないですか。ベタベタ。この辺とかだったら、あ、この辺ね。ちょっと塗っておいて。顔にも塗ろう。あら。だって顔顔面クリームとさハンドクリーム違いってわかんないじゃん。でもあんま顔で匂いする系のクリームあんま私見たことない。気持ち悪くなっちゃうかな。どうだろう。マスクするからなんかすごい、マスクの中にもその匂いこもっちゃう。匂い。まあね、あの、まあ塗らないわじゃあ。手だけにしとく。手だけにしとく。ありがとうございます。はい。よかった。アレルギー皮膚炎気をつけて。わかりました。はい、感じにします。でありがとう、ありがとう。2人ともこうなんか消耗品系だったね。うん、確かに。実用、あ、そう、実用品で、あの文房具、みたいな。あ、なんかサンプルとかもらったから。あ、そうなんだ。ありがとう。分ける。うん。ボディローション、シャワーオイル。ありがとう。これもじゃあついでにいただきます。使ってください。はい。そうで、文房具とかもね考えたんだけど、うん、文房具はさ意外とみんな好きなもの持ってね。そうだね、確かに。最近これもあるし、うん、そうね、ちょっとやめといて。大体このペンをね、この現場を使ってますね。はい、という感じで、はい、じゃあ潮騒大賞2021の方ですね、紹介していきたいと思います。うん、じゃあまずはいいきますね。どうぞお先にお願いします。ビヨンドちゃんから、はい、こんばんは、にさい、こんばんは、にさい。僕が一番印象に残った企画はカレーに合う具材企画です。うん、特にパイナップルとカレーを食べるお二人の顔と反応がとっても可愛かったので印象に残っています。後で調べたらパイナップルを使うフルーツカレーのレシピも結構あったので、パイナップルを使うカレーに挑戦する本格料理企画とかみたいです。それではそれでは。なるほど、ありがとうございます。ありがとう ね、 そうね、あのお互いなんか私がカレーを食べたいって言って、うん、でまあ私は無印で何種類かカレーを買ってきてで何のカレーを買うか知らずに、うん、さいちゃんがそのお供になるものを選んで買ってくる。うん、まあ例えばゆで卵とかそういうやつかなって思ったら、うん、まさかのパイナップルをね買ってきまして、彼女。彼女そう。本当に何カレーとパイナップルだったっけ。もうパイナップルの衝撃が強すぎてあんまり覚えてないけど、なんか私たちはパイナップルとカレーで、うん、ってなったんだけど、うん、意外とこうスタッフの男性陣は私いけますけど、うん、みたいな感じで、うん、ちょっとねこれ なんだろう、男性と女性の味覚の違いなのか、ただの普通に個人的な好みの違いだったのか分かんないけどでも結構コメントでも別にパイナップル、なんかその後に結構パイナップルとカレー食べましたけど、うん、別にいけると思いましたみたいなのが結構あったから。そう、多かったよね。意外とスーパーパイナップル理論なんじゃないですか。でもカレーですよ。酢豚ってなんか酢お酢じゃないですか。あ、なんか元々酸っぱいものと、うん、まあ酸味のあるパイナップルだから、うんうん、あれ好き、あのピザのパイナップル入りとか、あとハンバーガーとかのパイナップルも好きだよ。あ、そうそうそう、好きなんだよ。カレーはね、なぜかちょっとあんまり違った。なんかちょっと違いましたね。うん、なんでパイナップル買ってきたのか
何ポイントとか言ったじゃん。ただただ食べたかった。ただ食べたかった。なるほどな。パイナップルが好きだから、うん、あの給食でよく出てくるあのパイナップルスティックみたいなのを、ね、そうそうそう、あれあれ買った、ね、好きなもんと好きなもん組み合わせたらうまいやろみたいな。そう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 。デザートとしては良かったんですけど、一緒に食べないといけないから、ね、うん、そうですね。考えが足りなかったんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お、わかりました。そうですね、はい、確かにそうでございます。はい、それでは残念ながら YouTube と無料タイムはここまでになります。はい、それでは告知、ここで告知タイムします。はい、はい、まずはこの番組の会員プランについて説明させてください。はい、サブスク会員プラン A 席550円、 S 席880円、 SS 席1800円となってます。はい、はい、A 席はアーカイブ見放題、初回入会特典、オープニングポイント300ポイント付与です。うん、はい、S 席は A 席の特典に加え、おショット写真プレゼント、サイン入りチェキプレゼント、そして初回入会特典オープンネックポイント500ポイントです。はい、はい、SS 席は A 席と S 席の特典に加え、オフショット写真プレゼント、サイン入りチェキプレゼント、オフショット動画ディスコード内にアップ、そして初回入会特典オープンネックポイント800ポイントです。はい、といった感じの特典がたくさんついているので、これから私たちとね炎上したい方はぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、次宣伝、宣伝ですね。はい、1月の15日にプラオレのミニライブがありまして、うん、はい、まあ、基本配信なんですけど、うん、ブルーレイご予約または購入、うん、ブルーレイ第1巻ですかね、うん、こちらを購入していただいた方の中から抽選で50名様、ご招待させていただいて、あの会場でも配信でもっていう感じですね。はい、ミニライブやる予定ですので、ぜひぜひ皆様ご応募くださいませ。お願いします。そして、ブルーレイのリリースイベントがございます。うん、こちらはですね、まあ、うん、あの公式サイトの方チェックしていただければなと思います。お願いします。はい、で次回の放送は来年の1月の15日になります。はい、1月の1日と8日はお休みになりますのでご注意くださいませ。はい、というわけで15日の放送はですね、うん、まあ、新年一発目ということで、うん、まあ、新年っぽい企画、書き初めをやったりとか、うん、なんか笑いだとか、うん、なんかゲームをしたりと、お餅とかね、食べたら、うん、食べたりしたできたらいいなって思っております。ちょっとあれっすね、ミニライブがその当日にあるということで、うん、はい、ミニライブの感想を、うん、ね、当日なっちゃうんですけど、はい、見たらすぐ送ってもらう感じで、そうですね、募集して、うん、もう当日中にミニライブを振り返ろうという、はい、ね、ライブ感があるそうやろうかなと思ってますんで、はい、はい、ぜひぜひ、まあ、後ほどディスコードにポイッとあげますんで、はい、はい、はい、お願いします。送ってください。あ、もう配信、ミニライブの配信自体はどなたでもご覧いただけるので、はい、ぜひね送っていただければと思います。はい、はい、それでは、無料のカップニョーパートと YouTube の方はここでお別れになります。はい、この後もですね、私たちと楽しんでくださる方はぜひサブスクの会員登録お待ちしております。お願いします。それでは後半でまた会いましょう。またね。はい、ではどんどんよ